え、コールさん、心霊とか大丈夫なの？いや、全然大丈夫じゃないです。このガチの場所行くからね。怖いよ、結構。一人死んでもらうから。結構怖いよ。ね、若手はね、いっぱいいらないんだよ。なんかすごい、ひな壇芸人が今日うざいよ。もう完全ひな壇だよ。誰かこっちに来るって言ったらみんな、はいはいはいって言ったら、はい、心ちゃんおいでって言ったら、おかしいだろとか言って。かそなまぬしたちが。ほんと、必死になってるよ。必死だよ。大丈夫。今回ガチでやばいから。結構期待していいっすよ、皆さん。ああ、期待してくださいよ。コールちゃん可愛いでしょ？ニート社長いらっしゃい。いや、まあね、やっぱ心ちゃんにはね、VIP 待遇しないと。VIP 待遇。バーチャー立っちゃうから。そうだね。女の子に優しい。ああ、そうだよ。サメシマ社長。むさ苦しいところに付き合ってるんだって。ガソリンスタンド見てたよ。寄りたいって言ってたから。スタンドあんのかな、この辺。いや、多分、東京はないと思う。ですよね。あんまり。岸野だよね、きっとね。向こう修学旅行みたいになってる。あのね、向こうはね、若手だから、ガチで教えてないから、どこ行くか。ですね。どこ行くんすか。いや、ワン太郎。お前置いてくぞって言ったら、置いてきねえよとか言ってたよ。よくわかんない。絡みにくいと思う。絡みにくい。しかも線抜けつけてるし、首に。あいつ面白くないですからね。ダメだ、つまんねえな。絶望的に面白くないですからね。あいつに死んでもらおうか。あ、いいっすね。キャプテンも必要だし、ほら、帰り運転で。アムチはまあほら、オカマじゃん。オカマっすね。オカマでしょ。まあまあまあ、アメリカ人はまあみんなに愛されてるから。そうっすね。いいかい、ワン太郎で。ワン太郎でいいっすね、今日は。いや、なんか、いや、急遽ね、そう、本当は一人隠れんぼだったんだけど、あんなクソ汚ねえ部屋で、つまんねえじゃん。あの、人の部屋をクソ汚ねえとかやめてください、ほんとに。だって事実じゃん。まあ、そうっすけど。ねえ、心ちゃん。はい。困るよね、心ちゃんが怯えてるっていう。大丈夫だよ、心ちゃん。大丈夫。ガチでやばいところだから。この間の、トンネルまがいなとこ、あんね、だってトンネル行ってないんだろうね、君たち。たどり着けなかった。はい。なかった、道がなかった。はい。なかったんだよね。でも黒い影は本当に見えた。みたいな。そう。心ちゃんはね、引きで見た方が可愛いっていう。いや、意外と、やっぱ、生の方が可愛いですよね。ちっちゃいね。そう。すごいね。え、こんなと思って。多分、うちのチコちゃんと同じぐらいだもん。ハムスターそうだね。ずっとくるくるいつも回ってる。いや、あれは違う。あれ多分 YouTube の方だよね。あれは動画だね。あれは本当に回ってるんですか？あれは、回ってるやつを、要は、ループにしてる。ああ、そういうことか。そういう広い画像。へえ。ほんで、今ね、チコちゃんたまにツイッターにアップしてる、今日のチコちゃん。へえ。そっくり。あ、チコちゃんって言うんだ。ガソリンスタンドある？なんでね、やってないんだよ、この時間。で、しかも、通る。あ、じゃこっちなら、ちょっと待って。こっちあると思うよ、1点ぐらいは。あ、これカップか。ここあれでしょ？多分。いつも通る、通る。違うね。ね、今日はなんであんなにわちゃわちゃ集まってたの？何が？いや、心さんと。ああ、そういうことね。なんでだろうか。ああ、気になるわ。今日はまあ、アムチンが東京に来る記念ですね。ああ、なるほど、なるほど。オカマがね。はいはい。クソ面白くないオカマ。クソオカマが。あいつ肉返さねえし。だんだん飽きられて閲覧二桁になった、クソつまんねえやつね。うん。そうそう。いや、もうあれだぞ、俺、クロックスで来ちゃったから、俺だけ逃げれねえかもしれない。しかも、買ったばっかでさ、かかとがないやつだから、走れない。マジですか？やべえな、運動靴で来るやろ。まあ、でも、裸足で逃げるからね。しかも、雨降ってきたし。いやっすね。まあ、ね、でも、まあ、関係ないでしょ、雨とか。ちょっと、ワン太郎がクソつまらない件に関しては。いや、ワン太郎はもうしょうがない、あれ。なんであんな拾ったの？いやー、なんすかね。え、なに、ワンダローもいたの？心ちゃん。あ、いや、途中から、鮫島さんに会いたい。が拾ったのか。そう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 。あいつ、あ、ここ新宿駅か。そうっす。ああ、ここいつも通るでしょ。はいはい、ここ通るです。ほぼ毎日ここ通って。車で。俺、紐だから。本当だ、もう。ガソリンスタンドないな、この先。ないっすよね。ないないない。
ソリンぐらい入れとけよ。だから1台でって言ったのよ。ですよね。だワンダローが邪魔なの。ワンダローいなければ乗れるの。ねえ。ギリ。まあギリギリやね。ですね。お願いしますよとか言うから。一人かくれんぼについては、ウィキペディアで検索してください。まあね、ちょっと一人かくれんぼとは趣旨が変わっちゃうと思う。うん。やっぱ。そうっすね。うん、ちょっと時間が。正直あんなね、そう、あんなぬるいことじゃ意味ないのよ。正直。誰も見たくないの、そんなの。右側のレーンを走行してください。いや、楽しみだなぁ。ワン太郎どんなリアクションどんなのな。怖いの苦手？めっちゃ苦手です。あ、本当？めっちゃブレってますよ。あのトンネルで分かった。マジで足速い。ヒールなのに。限界だった。うん。あのすげえな、あ、本当に嫌なんだなって分かった。限界だった。本当に苦手なんだ。霊感とかある？そう、ないんです。ないけど怖がりなんだ。ないけど。楽しみだな。リアクション良かったもん。すごい。なんか目が光ったよねとか猫にビビってるの。足早かったですか？足早かった。いやー、あれはすごいね。コメント打ってないで、お前は練習しろ、どれ。あ、どれさん、うん、どれさんなぁ。どれさんもなぁ、さすがに。ワン太郎が来なきゃなぁ。どれさん読んだら面白かった。ね、いや、どれさんも意外とね、ビビりだと思う。あ、俺もそう思う。意外と。うん、俺絶対ビビんだ。どれさんめっちゃ速そうだし ね、足はね。多分俺たち置いてくよ。練習しなさい。あ、ありがとう。花火ありがとう。どれさん。うん。あ、あと、鮫島さん、リスワンおめでとうございます。ありがとうございます。リスワンおめでとうございます。おめでとうございます。いや、ありがとうございます、本当に。レジェンドですから。当たり前です。もう余裕でしたね。もうよ、ぶっちぎりですよ。だって、うん。日付変わった瞬間にもう、もうめっちゃ。5000、6000ぐらい集めた。お前放置して行ったもんね。いいよね、そういうところね。で、つるく、うえ、これとか言ったら、どんどん人数増える。で、そんでなんかおすすめ規制されて、昼間。で、ちょっとしょぼーんってして。コブラさんタバコ吸うんだっけ？あ、吸っていいよ。うん。あ、向こうに置いてる。あの、いいよ、俺のあるよ。あ、全然大丈夫。メンソールあるよ。メンソール。大丈夫です、大丈夫です。いや、いいよ、いいのよ。いいのよ。すいません。いいのよ。吸って、吸って、どんどん。いつも何吸って。あ、でも、心拍ですよ。いいよ、いいよ、いいよ。いいのよ、吸いなよ。いいのよ、いいのよ、ここ。ありがとうございます。ココロさん、楽しみにし、もう期待してますから。楽しみね、とか言われちゃうと、ほんと怖い。期待してますから、ありがとうございます。あ、フォローぜひぜひ、大歓迎です。とりあえず、幽霊見るまで帰ってくんな。マジっすか？そらそう。いや、ちょっと勘弁してください、ほんとに。いや、そらそうでしょ。俺車で待ってるから。マジかよ。でも私、なんだかんだ、私のこと見捨てないのはワドさんだけだと思ってる。いやー、あるかもしれない。いやみんな絶対逃げる。あいつらは逃げるタイプ。あいつらは逃げる。しかもワドさんこれ持ってるからね。あー、そうだね。でかい荷物持ってるから。ワドさんは、そう、俺は逃げらんないよ。10キロぐらいの荷物を持ってるから。ちなみにワドさんが一番逃げらん。しかも俺、お米さらに5キロぐらい持ってきたからね。なんで5キロ持ってるんだよ。いや、でっかいぬいぐるみの可能性もあるから。だって別にさ、100グラムぐらいでよかったもん。うん。うちのちっこいやつ持ってきたよ。あーだなー。欲しいから。おばっこあげさんだな。いやー、でも心ちゃん、捨てないから。そんなに食べちゃう。ない。はい。おないかな。じゃあ、俺、点数持ってるから。ちょっと持ってたもんだって。鶴子にさ、殺されそうになったんだから。今から殺しに行くからよとか言って。うん、と危ねえ。でも来なかった。あ、頼めあいつさ。え、なんで揉めたんすか、そもそも。いや、なんか鶴さんがコラボ配信やってて、はいはいはい、でホーブさんの画像を使って、はい、なんでって言ったらいつものすげえ怒られたの。いい加減にしろお前、ふざけんのもやめろよとか言われて、うん、で、なんかその画像使うなって言われたから、うん、で、指図するのやめてくれませんかって言ったら、うん、ぶち切れ始めたから、いや、お前の子供ダウン症だろって言ったら家行くって言われた。いや、配信のネタじゃんとか思ったんだけど。お気持ちがわからない者同士が参加したんだよね。サイコパス同士。暑いですか、心さん。大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。大丈夫ですか。ちょうどいいです。どっちもどっちだな、これ。じゃあ、喉乾いてますか、心さん。大丈夫です。本当ですか。はい。アメジマ企画、可愛い女の子には超優しい。そう、超優しい。先生はだって目を笑くれんじゃん。おめえら、この点数が。ありがとう。
です。若手が今どういう会話をしてるかわかりませんけど、まあ、ビビってます。みんなビビってます。狭いから一人、まあ、もう最初から心ちゃんで決めてたのよ。こっちに乗せそうだね。でも一応ね、そこで抽選ですよ、みたいな匂いに出して、じゃあ心ちゃん行きましょうって。あ、ちょっとおかしいでしょって。ひな壇芸人。同時に。うぜえと思う。ひな壇どもがね。ああいうテンション嫌いなんだよね、俺。うん。まあ、でも、ガチの霊能力者来るんで。今日は霊能力者呼んでるんで。大丈夫ですよ。大丈夫です。幽霊が見える人が来るんで。もしかしたら除霊もできるんで、そっちの方が怖いかもしれない。ちなみにコモです、その人。、うん、そう、その人結構かでも可愛い人なんで、すごいすごい見た目も可愛いし性格も可愛いし、じゃあ除霊してもらえたら、もう全然大丈夫、そのままお家に入っても大丈夫、もうその人がいると幽霊近寄んないから。そう、うん、あと守護霊とか見てくれるよ。そう、すごい人生相談もしてくれるし。ただ転換持ち。転換持ち、デリケートで糖尿病、うん。そこなんだよ、すごい役満だ、怖い、怖いんだね、俺は怖いよ。あのね、サメちゃんタイプだって言われてるから怖いよ。青山ガス欠、え、だからもうガソリンスタンドないんだもん。なんで入れてこなかったの、本当に。大丈夫、こんなところねえぞ、東京だぞ。うん、東京ないだから一台に行こうっつってとか言ってる。この車も壊れかけなんですよ。なんで壊れちゃったんですか。あのね、なんかエアフィルターのね、な不具合だと思う。今今日は調子いいんだけど、バッテリー変えたんだ。バッテリー変えた。いっちゃん高いやつ。バッテリーも今日変動かかったね。かかったかかった。あ、バッテリーが良くなったな。危ねえよこいつ。何に加速しよう。いや、めっちゃ怖いけど、鮫島さんに会ってみたくて。はい、ああ、嬉しい。まあ、僕も心ちゃんにね、ぜひともお会いしたいなと思ってて。はい、お電話しかしたことなかったから。そうだね。いや、こんな小柄だとは思わなかった。もうええー、と思って。なんか映像だと丸く見えるって言われるんですよ。結構ね。うん、丸く見える。うん、結構。ほんと、キャシャだよね、どっちかっていうと。キャシャだなーって思って。バラで。すごい細い。アメリカ人が大きい。アメリカ人じゃないなの。あいつ太ってるしね。でも意外とあいつも小柄だし。そうそうそう。心さん、ショートカットにすんの？しますよ。え、なんで？いいじゃん。なんで？もう、ちょっと前から決めてて。あ、そうなんだ。はい。ちょっとなんか減らって。あー、まあまあまあ、あるよね、あるよね。そうだよね。わかる。なんかちょっと仕事の関係で事務所に止められてたんですけど。あー、なるほどね。でも、6月入ればまあ、いいかなって言われて。そっかそっか。はい。うん、思い切っちゃうんだ。思い切ります。いいね。え、何？ニャンツバカットってこと？なんで坊主にさせるの？そこまではいかないんだ。でもベリーショートにしようと思って。あ、そんないっちゃうんだ。はい、じゃあニャンツバだ。今のツバニャン。似合いそうだよね。リアルニャンツバ。だからスタンドないから、俺らにスタンドスタンドって言ってもないよ、東京だ。探してんだ俺、ゆっくり走って。で、左側も走ってんだよ、スタンドのタン。スタンドなんかないよ。見てる、コメント見てるよ。あれは。さっきから言ってるじゃん。スタンドなんか東京都内でさ、こんな大都会でないよ。コメント見てるよ。大丈夫だよ。うん。いや、スタンドは分かってんだよ。探してんだよ。だから東京都内はないの、区内入っちゃうと。入れてこない方がおかしいんだよ。ほんだバーカ、うん。どう考えても。あいつらが置いてかれたら知らないからね。知らないっすよ、お前。うん、知らない。いやー、ほんとに。こんばんは。なんだろう、余計だよ。なんであいつ来たんだ。出しゃばり。ほんとうざいね、そういうの。謝りたかったっつってんだけど。いや、でもまあまあまあ、荒野がね、あいつがもっとまともならね。うわ、大丈夫だった。何が？あ、荒野大丈夫だったの？あ、リンゴの上で蹴りつけました。ちゃちゃちゃ、あの、今。心ちゃん。はい。荒野。大丈夫だった。大丈夫。アメリカ人が5000取られたっつって。もうそういうとこもだらしないよね。寝てるでしょ、今多分。東京都内、スタンドなんてほとんどないよ。ないないない。この時間ない、特に。あったとしても閉まってる。なんだよ、空気読めねえな。もう着距離いいよ。拒否。いや、ワン太郎っす。いいよ、拒否で。拒否でいいっすか。大変なのかも。いや、だってガソリンスタンドないじゃん。
どう考えてんの。どうしようね。俺らの責任じゃない。そうだよ。だから俺は1台で行こうっつったの。うん。まあ、あんたろうとか言うわけわかんねえ。カスが来やがって。置いてくからね、わけわかんねえ。カスが来たってすごい。こうやな、シラフだったら俺はいいんだけどね。俺酒飲み苦手だから。嫌っすよね。絶対めんどくせえ。マジで。俺多分金馬とかぶん殴りたくなるの。うん。はい。ナビついてるよ。当たり前だよ、お前。ドンキホーテで2万いくらで買ったんだよ。鮫島さん今運転中だから。ごめんね、市田さん。後で映るから。今すっぴんだし。あれメイクしてましたっけ。してますよ、日頃。夜してるんですね。当たり前だよ。してあれだからね。おい。お前降りるか。お前が降りろよ。なんでだよ、運転できないんだろ、お前。誰も無免許なんだぞ、みんな。スタンドあるか。ないって、都内は。俺らだって探してるよ。マジで。自分で探せよ。だって、鮫さん行こうえ。大地ね、あのね、ロアコさんの家に向かわないといけないから、うん、変な道通れないの。あ、でもあと4分だね。ですね。この辺だっけ、ロアコさん家。いや、もうちょい先っすね。もうちょい先なんだ。もう覚えてねえよ。去年だっけ？去年じゃないっすよ、もう。2年前じゃないっすか。2年前？去年だっけ？去年の12月だ。一昨年ってことだ。懐かしいっすね。あー、懐かしいな。じゃあ川行きましょうよとか、なんかわどかわけわかんない切り方して。めんどくせえ、こいつ。初絡み。4月のあのね、マイナス4度になったんだよね。死にますよ。寒波だよ、寒波。あんな日に。飛び込みましょうよ、だって。死にますよ。死にますよ。俺免許持ってないですよ。誰も持ってない。多分、チャンピンと僕だけかな。多分そうですね。だから、チャンピンが僕が死んだら君たちは帰れないということで、よろしいですか。よろしいです。大丈夫です。ダメだよ、死んだら。だから、チャンピンはいいよ、別に死んでも。俺ダメだよ。死ぬわけにいかねえんだ。見て見て。初見さんいらっしゃい。だって、ガソリンさんね。メイク変えた？今日は、ちょっと、うん、派手め。そうですね。今日は、まあ、気合入ってんだ。ちょっとだけ。ああ。続いて、そう。心ちゃん、トイレとか行きたかったら行ってくださいね。ありがとうございます。優しい。いやーもう本当にもう。裏切りの、そういうこと言わないで。こんな汚れの企画に参加してくれると。頑張ります。まもなく電波少年みたいなもんだな。まあ、そう、いやいや、何も言ってない。チャンピンにしか行ってないから。しかも、おおよその場所しか行ってないから。どこに向かうか分かってない。ああ、分かった分かった。まあ、ついてくりゃいいんだよ。黙って。ガスがねえとか言われたもんね。それだなんで埼玉でしょ。なんで入れてこなかったの。入れな。東京あるわけないじゃん、ガソリンスタンド。いや、まあ。ほんだね、うなちゃんマンね、オファーかけたいんだけどね、絶対電話出てくんないもん。着信拒否されてるし、放送ブロックされてるし、コメントしようもんな。じゃあ大阪の心理行かねえかな。やんないよ。絶対やんないでしょ。おいちゃんは絶対やんないでしょ。ワンちゃん沼久保の心霊とかさ。ああ、静岡に、ね。うん。おいちゃん夏とか帰りたくないかな。電波入ってた。すぐ行くよ。本当にやばいの？和藤さん、そこ。いや、多分。多分じゃダメなんだよ。確実にいいんじゃないけどダメなんだよ。ねえ、心ちゃん。確かに。心さん怖いの苦手だから。和田さんが提案してくれた場所なんですか。だから結構だからうさんくさいと思うの。は詐欺師の言うことだから。だからみんなが詐欺師詐欺師って言うから未だに言われるんだって。近くでさ、ガソリンスタンドなんだ。ないってだから。あった？じゃあいいよ。あ、うん、じゃあそこ。向かっていいですか。あ、いいよいいよ。はい、あ、いいよ。っていうか、なんであんな落書きされてんの車。バカなんだよ。バカでしょ。車落書きだらけなんだよ。しかも、一番最初俺の名前だよ。サメちゃんだから。バカ。書いたのサメ島さんじゃん。後ろ全部赤くってんじゃん。あれ結局、スプレーで赤くしたんだ。全部赤くした。え、何車真っ赤にした。ふわっちって書いたの左に。うん。じゃあ、足りなくって。そう。え、何スプレーであいつバカだな。バカなんだよ。真っ赤になってるわ。下書きなしでやってたよね。かわいそう。ちゃんとした仕事しろやって今説教するんです。え、嘘つけよ、バカ。お前、曲がんねえじゃん。え、ここ右ってこと？え？違うな。ここどこ？文字まっすぐっすね。いや、え？いや、探させればよくない？違う違う違う。ここでさ、ここでさ。どこ行くの？ちょ待って、ちょ待って。ここ右か？どう考えても、これか？う
え、なに、もう東京わかんねえよ。ほら、だって横浜の人間だよ。わかるわけないじゃん。あ、でもここでいいんだ。こんばんは。心ちゃん怖いの苦手なんだったら頑張ります。でもね、怖がる女の子の方が心霊は盛り上がるから。そういうこと。あ、つまんねえんだこれ。え、今の場所もしかしたら分かんない。心ちゃんファン多いね。乱暴だったらごめんね、心ちゃん。はい、全然大丈夫です。うん、この辺来てくんねえかな。いや、無理ですね。どこよ今。で、案内してよ。え、じゃあ場所がわかんないです。どこだ。今どこにいるんですか。いや動かないんだもん、もう。文京区関口。え、駅どこっすか。全然。今日わかんない。この辺だよ。でも駅この辺っすか。携帯充電ないです、私。あ、多分ね。うん、あ、でもあ、この辺だ。もう近くだね。あー、どこだ。え、わかりづら。でっかい交差点ないっすかね。あー、うん、どこだここ。あ、オッケーですね。右側の車線、はい。で、交差点を右に入ってすぐ右に行くんですよ。そこ右ですね。ここ右。はい。あー、なんか覚えてる。はい、ここまっすぐ行って。覚えてる。まっすぐです。あー、ここね、はい、あー、この次ね。はい。あ、覚えてる。覚えてます、なんとなく。で、ここ右だったような、うん、右だったような気がする。右折したような気がする。ですよね。覚えてる。なんとなく覚えてる。てるよな、右で。ここ江戸川橋って書いてあるもんね。ですよね。うん、心ちゃん今彼氏はいるんですか。いや、いないです。うん、はい。もったいない。ね。もう2年半ぐらいいないかな。そんないないの。はい。なんで。で、次右です。あの、ファミリーマートのとこ右です。はい、了解。なんで？それは出会いがないとか。なんでだろう。なんか。うん、いい人がいないです。出会いはあるんですけど、うんうんうん、あんまりなんか、どういう人がタイプなの？そうだね、気になるね。どういう人がタイプ？あ、違う。一本右、次右に入って左に行ってください。はいはいはい。はい、どういう、その、なんかタイプみたいな。色白で、はいはいはい。目つきの悪い人？おー。ジャンピンじゃないですか。ジャンピンじゃん。いや、ヒゲがダメなんです。じゃあ、それはいい。それはいい。ええ。チャンピンしかいねえよ。運命だよ、これは。ロコさん、もう外出てて。ここまっすぐっす。あー、なんかこんなんだったかな。ロコさん、もう外出て。この辺まだまっすぐっすね。はやしてる。あれもみっともないね。汚いよね、なんか。想像できないな。想像できない。ない、全然わかんない。やるまなかるまって人相な顔してんだよ。お前が言うのし。え、でも、目つき悪くて色白ってさ、俺もだよね。ねえ。俺も入っちゃうね。違うカテゴリーだな。なんで違うカテゴリー。あの、サイコパスの目つきの悪さ。誰がサイコパスだ。お前今日どうなっても知らねえよ。お前はさ、気持ち悪いじゃん。は？お前、チャンビの気持ち悪いよ。何考えてるか。私、だってフィルター通して見ても気持ち悪いなと思うんだから。何がわかんないから。よそ様なんて相当気持ち悪い。よそ様ってなんだ。性格が悪い。この辺っすね。いや、この辺だね。あそこじゃないですか。あの、一個先の、そこ。あー、そこです、そこです、そこです。あー、これだ。これです。あるある。めっちゃ多さ。飲み物買おうよ。何飲みます？僕買ってきますか？ポールちゃん何飲みます？私、甘ければ何でも。甘ければ何でも。はい。あれ、オカリナさん？大丈夫。いやいや、もっとありますよ。お茶？何がいいの？甘い感じ。甘い感じ？なんかまあ、カルピス。ワロさん、カルピスとかね。乗ってて、もういいです。動くのめんどくさい。大丈夫ですか？うん、大丈夫です。了解です。お金だけ。あ、ちょっと待って、ロアコさん。うん。ロアコさん、後ろじゃん。炭酸とかなんかありますか？ミルクティーとかあるんですか？あ、ミルクティー。なんか、カルピスとか。カルピスとか、了解です。心ちゃん、後ろ行ってもらおうか。はい、わかりました。僕、どうしよう。アイスコーヒーとかが、お金今、ブラックで。ブラックで。はい。すいません、ありがとうございます。あ、これか。じゃあ、1個詰める感じ？いや、ロアコさん。後ろ？心ちゃん、後ろで。あ、はい。ありがとうございます。いや、もう本当に。ごめんなさい、こんなバカみたいな企画に。はい、バカに付き合ってもらって、本当に。はい。失礼します。はい。
男柄。可愛いですよね。ちょっと下げるよ。スタイル良くて。ありがとうございます。ぽっちゃりかなと思ったんだよ。なんかね、ちょっと、素やかなのかなと思ったら。全然スタイルいい。そう。すごい小柄。うん。チャンビン来れんのかな、どこにカメラ設置したらいいかな、あのザコ来れんのかな、時間が押してんの、カメラここに引っ掛けたらまずいっすか、ここ。邪魔か。そこの上はここ、ここ。ちょっとここだとね、ほら。ですよね。NG な人だから。あ、了解。この辺俺のおでこしか映ってない。どうしようかな。アメリカ人の運転中。この辺かな。あ、ここどう？今どこだよ。リスナーさん、ここどう？ここら辺がいいかな。うん。あ、この辺どう？みんな。これだったら心ちゃん映るもんね。ここいいでしょ。飯田橋の近くだって。うん、いい感じ？飯田橋の近く。うん。どうしよう。どうします？文京区来い。文京区に来いって言ってます。よき。小日向。コロちゃん可愛いでしょ、みんなフォローしてね。わかりました。じゃあ、ワンタロウに言っときます。ああ。アンタロウが、あれなんだ。ナビ係なんだ、ね。ナビ係。あ、そういうとこは有能だな、あいつ。ちょっと使えます。遅くなるわ、お子さん。お子さん遅いですよ。迎えってこよう。うん。一番上ですね。4階だもん。はい。行っちゃったよ。三つ目どしかなくって。全然大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。オカリナさんにいただきました。いただきます。あ、来た来た。霊能力者。マハコさんだ。マハコさん。お疲れっすー。ごめんね、急で。はじめまして。ごめんね。あ、でもごめんね。狭いかもしれないけど。はじめまして。どうも。神様ですから。いていていて。ごめん。ちょっと痩せちゃったね、ロハコさん。痩せちゃった。あ、ちょ、ロハコさん。ありがとうございます。シートベルト、ロアコさん。そうだね、シートベルトしといてくれたら助かる。ごめんね、ココロちゃんなんかね。ちょっと待って、今行く。なんでワンタロウなの？笑っちゃった。さあ、急遽来たんだよ、ワンタロウは。売名で。あの人、ことごとく売名を失敗してない？失敗してるよ。失敗してる。ことごとく。すげえメンツだな。すげえメンツだな、今日。オールスターでしょ。ふわっちオールスターでしょ。オールスターではないよ。別にスターじゃないの。俺一番汚れてる。自己紹介していただきます。あ、どうぞ。あ、僕、サメ島です。どうも。お久しぶり。久しぶりね、知ってるもんね。で、彼女です。僕は。はい。彼女さん。大ファンです。オカリナさん。大ファン。オカリナさん。オカリナさん。ロアコさんの大ファン。緊張してませんが。で、後ろの子が、あの、ふわっちの配信者の、ココロちゃんです。ココロさん。はい。どうも、よろしくお願いします。で、あとはもう、来たね、若手が、4人ぐらい。後ろにひな壇芸人がいっぱいいる。え？他にもいるの？いっぱいいる。あ、もう一台あるんですよ。じゃあ行きますか。いや、まだ、ここ来る。あ、ここ来んの？だって今どこにいるかあいつらわかんないから。すごい絵面だな。じゃあ。絵面が汚い。ココロちゃんが唯一の救いだよ。入れてないよね。入れてない。ロコさん、後で、彼女のさ、守護霊見てあげて。あ、そうですね。うん、テンション低い。ほんだね、ロアコさん後ろだったら見れるんだけど、後ろ狭いから、うん、ロアコさんでかいから。うん、僕、サメジオさんの近くの方がいいな。いやどうしたらいいんだろう、リアクションは。リアクション難しい。嬉しいな。嬉しいですね。嬉しいけど、できれば。手を伸ばす。やめて。え？運転中はやめて。運転中は死んじゃうから、みんな黄泉の国行っちゃうから。俺に触っちゃダメだよ、運転中はね。低層対してない今しかない。やめてくれる？今日流れがわかんねえ。どうなるかわかんねえぞ、今日。あー、ちょっとチャンピンの方乗ってもらおうかな、ロアコさん。いや、嫌だ。なんで。メンツ悪い。ね、なんだよな。なんか、サチ薄いもん。向こう事故りそうな空気あるもん。ケビー。千葉だってあれでしょ、関東でしょ。じゃあ千葉。横浜っすよ。横浜っすよ。うん。横浜だよ。横浜っすよ。ひどくない？なんで暴力？ねえ。ひどくない？心ちゃん。ぶたれた。しかも結構思いっきり。結構枠内でもズバズバ。そう。ひどくない？
対面会やろうぜって言ったら笑っちゃう。上にあった。上にあった。上にあった。うん。それか、うん。大丈夫大丈夫。下だよ。あれ？ここ。もっと下。ロハコさん、ロハコさん自己紹介して。ん？ロハコさん。あ、ロハコと言います。ニコ生と、キャスで放送してます。ふわっちは気が向いたら。気が向いたらやってる。うん。うん。放送しています。霊感あります。よろしくお願いします。はい。ありがとう。みんなロハコさん、コメントだね。ロハコさん、こんばんは、とか。男が好き。そうだね。男が好きだね。まあ、そういうのするって言わないよ。するっとダメ。ダメ。ヒヤッとする。ヒヤッとする。ちょっと時間押してるので、うん、紛で面白くしてください。了解です。はい。紛で怖がらせてください、みんな。了解です。押せなあいつら何してんだよ。この近くに空いてるスタンドなんだったっけな。いや、見つけたらしいよ、うん、なんか飯田橋の方行ったらしい。そうでしょ、うん、あっちまで行かないと。取れんねやることが。もしもし。今どこだよ。今ガソリン入れて終わったところです。何してんの？あ、ちょっと変わります。ワンタロに。ワンタロです。あと何分で来そうなのこっち？すみません、あの今住所打ち込もうと思ったんですよ。文京区の小日向。こあこなんだっけ？水道。ん？水道。水道。水いやこれ会議で言っても大丈夫。大丈夫大丈夫。あ、水道ですね。うん。水道橋の水道。違う。違う。水道水の水。水道水の水。あー、わかりました。水道橋の水道で合ってる。水道で合ってる。合ってる。だけど水道橋って入れちゃうとまずい。違うんだ。そこで、はい。2-13-11。2-13-11。もう横山さんによってさ、放送中に住所言われてるし。何分ぐらいで着く？YouTube に載ってるよ。住所。タバコ吸ったらそこに。あ、タバコ吸っていいからね、全然。灰皿。切れてんの？切れてんの？あ、あげるよ。あ、ゴールちゃんあげて。はい。メンソールでよかったら。そこにある。あ、いいです。ゴールちゃんも吸って。ありがとうございます。入ってるか。このか、ゴールちゃん。これ、いいです。ゴールちゃん、これ灰皿に使って。車にサイン書いてあったね。バカだね、あいつら。バカだね。変な画面になった？変な画面になってる？映ってない？ちなみに僕、横浜で地蔵蹴っ飛ばしてきましたから。マジで？へぇー。火忘れてる。火あるある。あ、火あるよ。はい。ありがとう。映ってない？なに？さっきの何だったんだろうとか。変な画面になった。映ってる？大丈夫？みんな映ってる？和藤さんなりそうだね、今日ね。なる？今日。何だって首が痛いもん、ここが痛いの、今日。あー何？霊障ってこと？わかんないっす。誰が？してないよ。え？何が？何が？ロハコさんだけさっき映った。うん。じゃあじゃあじゃあ、俺の企画だけど、やるのはこいつたちだから、俺がツイートしたら違うでしょ。関係ないな、一ミリも関係ない。俺はそういうのは干渉しないと。あ、違うでしょ。この灰皿を使って。そう、タバコってやつ俺のだから。使っていいよ、使っていいよ、全然使って。あ、それはね、俺が、画面のキャプチャーをするために設定変えただけ。それは霊現象じゃない。まあ、とりあえずね。うん。違う違う。それは多分、これのことでしょ。これのことでしょ。ね。遠慮なんかしなくていいから。これのことでしょ。どうもわがまま言って。これは俺が、キャプチャーしてるだけ。このキャラクターはな。うん。これは霊現象じゃないよ。うん。おっせーなんとも。アメリカ人ぶっ飛ばしてやるな。あ、鮫島さんのリスナーさんありがとうございます。一応ツイートしてやるか、鮫島さん。はい、何でこれ、こっちに置いてもいいですか？あ、いいですよ、全然いいですよ。もう、捨てちゃっていいよ、捨てちゃって。優しい。ありがとうございます。燃やしてももう捨てていい。邪魔だから。車のパーツ捨てていいよ。ぶんな、あ、ガラス割っていいよ。自分の車のパーツでしょ？捨てちゃダメでしょ？いいよ、心ちゃんがやるのは。なんだ、いいよね。いいよ。
可愛い女の子にはこんな優しいのかよ。扱い全然違えだろ。うるせえな。鮫島さんのイメージってバイクなんですよ、ね。あ、わかるわかる。まあまあそっか。うん。まあね、一応 400cc まで乗れるからね。まあ、夜は大変ノーヘルだよ、俺。いや、だから、自分さ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ安全運転に安心して。峠攻めない。怖いんだぞ、バイクは。バイクは怖いんだぞ。危ないんだぞ。俺はすごい安全運転だからな。そうなんだ。青山とは違うからな、俺。青山バカみたいに飛ばしそうだよな。あ、そっか、追加するの。しょうがねえ。ワードあと1万で。高くない？そんなに高いの？ギャラもらえると思ってたら払うんだ、俺。ギャラなんかあるわけない。ないの？2000円くれないの？あげないよ。まあ、4000円を今の。そう、4000円も大変なんだよ。あ、予算4000円なんだ。でしょ、まあ、初号代だとかガソリン代とか。あるでしょ？みんな金ねえな、配信者。俺ほんと金ねえんだよ。鮫島さん、ふわっとして稼いでるでしょ、結構。稼いでない。そんなアイテムくれくれしてないから。あ、確かに。でも、うん、昨日の鶴光の一件で、うん、3万弱ぐらい。やば。多分全部。一撃じゃ、全部一日で。やば。で、まあリスナーも取ったから4万ぐらい。うん。3万は、は、な、わかんない、それぐらいかな。すげえな。シャンピンが今この中だと一番稼いでるかも。稼いでる。シャンピン稼いでますよね。アムチ。アムチより多分シャンピン。あ、ほんと。マンスリーで言ったら。そっか。あいつ40万ぐらい稼いでますよね。あ、すごいね。多分。いや、もっと頑張ってほしいよね。若い目は積まなきゃ早く。積みましょう。じゃあ今日は、チャンピンに死んでもらおう。そう、そうしましょう。そうしたら話が我々に来るから。我々に。そしたら次ワードを潰して。怖え。怖え。来た。来た。あ、違えわ、間違えた。あぶねえ。止めるとこだった。俺は15万ぐらい。俺はね、10万ぐらいだよ、でも。いや、嘘だ！行かない。マジで？行かない、全然行かない。1日1000円ぐらいだもん。の、もう自分に貸してるのが。へぇー。だからもう、2000円とかもらったら。来た来た。来た。これ切ったね。そしたら。行きますか。うん。場所教えてあげた。横浜。ついてきてくれる？そう。教えるわけない。傘あるよね。なんで捨てんの？傘。捨てないでよ、傘は。いや、いいんだよ、汚くて雨が防げるから。おいっすー、ごめん、なんか電波が。雨これ降ってくるでしょ。いいんだよ、そっち。危ない、危ない。便所太郎さんが使ってるさ、うん、ボードを使うといいんじゃないかな。いや、ボードはね、重たくなるだけだから。うん。あ、そうだ、ね。そう。あれ重たいのか。いや、軽いんだけど、邪魔になるんだよ。かさばるんだよね。そう。そう。難しいんだよね。自由が効かなくなるっていうのはあるよね。そうっすよね。ある。そういうのは。あいつらの声、ここまで聞こえんね。うるせえな、あいつら。うるせえ、あいつら。っていうか、現地着いたらさ、迷惑行為になりそうな気がする。まあ、声でかいからね。うん。そこら辺は静かに笑い取ってもらいましょう。あれ、なんかおかしいな。あ、ここあれか。自殺式か。ライトは大丈夫だよね。ライトどこ？ああ。なんだろう。ああ。これね、ココロちゃん。これココロちゃんに支給するので。はい。ね。この明るさ。おー、明るい。ね。はい。これ、まあ、30分くらい持つので。はい。ね。あいつらは別に明かりなんかいらないでしょ。このライトにみんな、たかってきたらどうしよう。たかってきたら、みんな蹴飛ばし。いいよいいよ、どんなことやってもいいから。はい。一人ぐらい死なないとつまんないもんね。いや、死ぬのは勘弁しましょうよ。いや、勘弁しましょうよ。それは幽霊に言ってよ。何言われても。あれ、なんか設定おかしいな。まあ、いいか。あ、間違えた。この先だ。パソコン調子悪い。
しよう。ほんとどうしよう、なんか出たら心ちゃん。いやーほんとこう、なんか、霊感ないからお化けは見えないんですけど、やっぱこう、気配とか、そういうの敏感になっちゃうじゃないですか。まあ、なるね、なるね。で、ちなみにロハコさんは霊能力者です。写真撮れば結構ちょっと。そうだね、写真だね。映像は映りにくいの？画像と映像で比べたら。写真の方が映りやすい。ああ、静止画の方が映るんだ。うん、で、一度写真に閉じ込められちゃうと、はいはいはい、中を移動できるの。どういうこと？どういうこと？写真の中を。一枚の写真の中を、はい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 、別の場所に移り込むことができる。うん、そんなことができんの？じーっとして。ないんだ。ないのも。あの、スクリーンセーバーみたいになるってことでしょ？パソコンの。そう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 。ああ、なるほどね。それってもし映ったら、うん、霊感のない人でも目で確認できちゃう。ああ、できる人はできるね。っていうか、霊感のない人は基本的にいないの。あ、いないんだ。え、じゃあ僕でも見れる。だから、若干あるとか、うんうん、その強度は違うけど、はい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 、なくはないの。もともと持ってる。あ、そうなの？見える、見えない。そういうもんなんだ。そうそうそう。だから多分鮫島さんにも見える心霊写真ってあったはずなの。まあまあまああるかもしれない。うん、300m 先、でさ、もしロハコさん危ないと思ったら言って、霊が来た、もう本当にもうこれやめようっていう時にはここに危ない人を積んでるし、どういうこと言っていいの？言っていいよ。ワドさんに、あ、やばいの、お年寄りがついてこう、こう抱っこしてんの？ だから後ろから背負ってるあ、そうなの。うん。じゃあ、ワドさん、ちょっとごめんなさい、今日は。いやいやいや。ちょ、カラーが違う。あなたが呼んだんでしょうか。いや、でもやっぱね、心ちゃんね。あなたが呼んだんだよ。はいじゃないよ。即答で入ってた。悪い例ですか？だそうね、悪霊かどうか。こう、おんぶされてる。首が、ここが痛いの。そうするとね。首が痛い。霊って、こっから入り込むんだよ。そこが痛いの。ここが痛いの？首が、ここが痛い。ここでしょ？そう、そこ、そこ。そこ、そこが痛い。そこだよ、じゃあ。ここが痛い。スワコさん、その例は今のとこ無害なわけじゃん。でも、無害ではないけど、例えば、感化される可能性あるよ。他の悪霊とかに。気持ち悪い。ああ、引っ張り込めるよね。どんどん。あ、どこで連れてきたんだろうと思ってる。今日、だから、あの、家からね。家配信の時にはいなかった。じゃあ家出る時。でしょ。出る時に、鮫島さんと合流したからここが痛くなった。合流するちょっと前だったはず。そう。家出たところ。警告ってこと？これは。警告の可能性も。警告ではなくて、この人は乗ってもいいなって。ああ、あの、要は、イエローキャブみたいな感覚だ。タクシー感覚。そうそう、タクシー感覚。それはちょっとよくわかんない。だから、今から行くところを多分もう知ってるの、その霊体。あ、もう分かってて来てるってことで、そこに、何？特定中？そういうことか。特定中じゃなくて、その、シンクロしちゃったわけだ。行くところを多分脳みそでイメージしちゃったんだな。あ、なるほど。で、イメージしちゃったんだ。で、そこにいる霊体は、そこに行きたくて、乗り物にしちゃってる。あー、タクシーだ。もうそれこそタクシー。そう、ただ、イエローキャブ合ってたんだよ。合ってたんだ。うん。合ってた。エワドさんから別の人に移っちゃう可能性はあるんですか？痛い。痛い。しばらくお待ちください。ロハコさん？しばらくお待ちください。ロハコさんから別の人に。あー、それはない。ない。ないの？なんで俺に乗ってるの？痛い痛い痛い。ありがとうございました。じゃあ、そう、霊能力者が払ってよ、今。痛いんだって。本当に。あ、もうすぐいなくなる。大丈夫？一時的に。うん。僕、ゆっくりかんの。ここで払うと、ここの誰かに乗り移って、もしサメちゃんに移ったら、運転が危ない。ああ、そっかそっか。そしたら、和藤さんの首痛いでいいじゃん。ダメ。いいけど。うん。あいつはついてこれるの？あ、電話して、ワドさん。え？左行って。左方向。え？アメリカ人。多分俺ゆっくり走ったんだけど、もう無理だったから。ナビしてあげて。左って言えばいいですか？うん、入ったら左側ね。左のレーンの真っ直ぐ。入ったら左ね。うん、
はい、じゃあ左へ神田橋の方。うん。わかってる？神田橋の方。わかってる？大丈夫？来た？オッケーオッケー。わかってんならいいよ。神田の方だって。神田橋の方。いや、ついてきてんのか。見えた？大丈夫？はいよ。はいよ。これ以上言うとリスナーに特定。そうね。分かってる分かってる。え、じゃあもう何？その老人の幽霊っていうのは、うん、まあ目的があって。今サメちゃん見て。やめてよちょっと。いや違う、おぶさってんの。は？違う。俺の方に行った。ワドウさんにおぶさりながら、うん、その好奇心を示してるサメ島さんを見てる。どういうこと？あ、俺を見てるってこと？そう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 。好奇心を持ってくれてるから。え、俺降りちゃったんじゃん。なんで高速降りちゃったの？全然意味わかんないでしょ。完全に高速降りてるでしょ。完全に降りた。嘘でしょ？今乗って。いや、じゃあさ、一言言わせてもね、ココロちゃん誰が悪いと思うか。ナビしない人が悪いよね。はい。今1300円払ったの？いいよ、また払えばいいんだよ。ちょっと待って、この1分ぐらいで1300円払ったの？かっけー。ええなぁ。サメさんかっけー、マジで。てか、ワンタロウさんたちがお金が持つからどうか。すげーなぁ。また乗るんだ、これ。また乗るんだ。どういうこと？ついてきてんの？後ろそう？そうですね。一緒に降りたんだ。やっちゃったな。なんだそれ。違うじゃん、ナビしろっつったじゃん、俺。何？老人の幽霊がいる。じゃあ、ちょ、和藤さん、ちょ、ほんとごめんなさい。はい。痛いっす。ここで。いやいや、勘弁してくれ。こんな中途半端の。ね、やっぱ危ないじゃん。ちょ、怖いですね。怖いもんね。飛び火したら。座って。え、それは何？ロアコさんで払えるの？今やってもらった。あ、楽になった。そこそこそこ。そこ。楽でしょ。うん。もう、うん。少し楽。少し楽。うん、楽になる。ここ。違うんだ。っていうか、引っ張ってる。うん、そう。すっごい痛いの。どんな痛み？なんかなんつうんだ、首の筋がギーンって頭が痛くて。ね、そう。キン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 って痛いやつ。そう、うん。で、この話したから余計痛くなってる。じゃあ、ワンダさんお疲れ様でした。やめてください、ちょっと。どうやろ、ココロちゃんね。そう、俺のせいじゃないでしょ。ちょっと怖いです。怖いよね、無理だよ。一緒に痛くないもん。正直、ごめん。てか、こんなのはまだ全然、序の口で、本当に怖いっていうのは、バンとか音すること。何その、ラップ現象って。誰もいないのに、はいはいはい。その、音の鳴る音源もないのに、鳴ることが怖い。一番怖いの。音源がないの。音源があるならわかるけど、どっか蹴ってみたいこの音だとかって。はいはいはい、はい。音源があるならわかるけど、まあね、ない。ドアの閉まる音とかなら、ね、そう、うん。楽になった。でしょ？おう、なくなった。でしょ？違うんだ。いや、なくなったんだけど。だから、あと少しでなくなるって言ったんでしょ。それは何？もういなくなったってこと？なくなった。僕が吸い取った。いや、マジでなくなったんだけど。僕が閉じ込めて。じゃあ、ロコさんに？閉じ込めてる。なくなった。ロコさんの中に入ったってこと？だから、こうつけることは簡単なのね。ただ、鮫島さん運転中なんでやんないけど。オカリナさんにちょっとさ、つけてる。俺、本当になくなったんだけど。オカリナさんにつけてるって。あ、ここじゃない。はい、そう。ちょっと待って、ここじゃない。どこここじゃない。ごめん、申し訳。ワンタロウてめえ。あれ携帯落としちゃった。あれなるほど。これ。これそこだ。右。ほんとにこれ、いいの？ほんとはいけない。だよね。うん。でもここ行けっつって。こいつ、こんなの。はい。はい。いい感じですね。はい。ちゃんとナビしてよ。嫌じゃないよ。じゃあ、見れるわけないじゃん。少し言ってみな。少し待ってあげないと、後ろがついてこれない。そうだ。これ。本当はこんなことやっちゃいけない。いけないけど。まあまあ、しゃあない、しゃあない。真後ろの一台だから。危ないね。あ、俺も頭痛くなってきた。
大丈夫。え、何が？なんともない。え、恥ずかしい。え、仮病ってこと？仮病じゃなくて、恥ずかしい。こっちが痛いって言ったから、自分も痛くなった感じがしてる。そう思っただけ。そうそう。じゃあ仮病じゃん。やだ、仮病の仮病が。仮病の仮病。やだやだ。ついつい。恥ずかしい。申し訳ない。映りやすい。楽でしょ。楽、本当に楽。でも心臓につけるともっと痛い。やめてよ。そういうのやめてよ。閉じ込めてんだよ。どこにいんのそれ、閉じ込めたって。僕のの、ああおじいさんがどのくらいに閉じ込めてる。もうどの辺に。本当はちっちゃく、もっとちっちゃくできるんだけど、探せなくなる。探す、どこに置いて。何言ってんのか全然わかんないけど、とにかく痛いのは取れたよ、本当に。要は服の中に卵を入れてると思ってればいい。卵を小さくしてビー玉のようにしちゃうと、どこに置いたか忘れちゃう。うん、そういうのもできんだ。うん、まあ痛いの治ったからいいわ、俺。本当に治った。持って帰ってきちゃう。危ない危ない危ない、また降りる。左側、あ、これね、ここでこっちなんだ。左側、ちょっと。いや、本当に痛いのなくなったんだけど。そういうもんなんだ。すげえ。何で痛くなるの？ん？何で痛くなるの？霊が引っ張ってんの。霊が、こう、後ろから、人間の重さで、のしかかって、首に両手を巻いてるから、首が影響を受けるの。え、ってことは何？物理的な影響を受けるの？そう、そうだね。あの、霊ってね、首から入り込むの、人間の体の中に。あ、そうなの？うん。これがひどくなると金縛り。あ、そういうこと。動かなくなる。はいはいはい。まっすぐ、まっすぐ。まっすぐだって。まっすぐじゃん。右側向くんだよ。ここがまっすぐってこと。この間。で、ナビの見方がちょっと聞くな。聞くじゃん、分かんない。今って、例えば投資ってできる？投資じゃないけど霊視。あの向こうの車に霊ついてます。あ、後ろは見えないな。前に回ってもらわないと。あのフワッチの配信見てわかる。ああ配信見ればわかる。ちょっと、ま、見せてあげよう。なんか取り付いてたら面白いじゃん。これ大丈夫。あとで一人一人見てもらおう。そうだね。ただね、日の出来ちゃうんですよ。万太郎さんにはいなかったよ。あ、いないんだ。あ、もうだって会ってる。ああ、放送画面見てね。ああ。え、そんな感じ。そうね、4体ぐらい。やめてよ。どこについてる？誰についてる？誰が一番？この人。あ、テレチャンピンだ。テレチャンピンに4体ついてる。いや、この人は2体。2体。あ、違うんだ。テルが2体。こっちも2体。アメリカ人に2体、テルさん。後ろにも1体いるね。この間のだ。後ろのね、この人の後ろの人。ね、ワンタロウだよ、それ。うん。どっかから連れてきたの。ワンタロウ連れてきた。うん。この人はいないの。どれ？あ、アムチューもいない。いないんだ。この人は守護霊しかいない。守護霊しかいない。あー。ありがとう。はい。向こうの方がやべえじゃん。っていうか、こっちの人数言ってないし、僕、聞かれてないし。おっと？おっと？おっと？わかる？あのね、基本的に、痛くなってきた。普通の人には、2体の守護霊がついてるのかな。だから、こっちの方が人数的には多いんで。はいはいはい。あっち4人でしょ？こっちは5人だから。ちょっと待って、痛くなってきたんだけど。ん？エネルギー。例えば
なんかドラゴンボールみたいな。手を触るとあた、その手のぬくもりが伝わる。手とか触るとね。うん、で、話すと、ちょっとだけしばらくあったかい感じ。あったかいね、ぬくもりは残る、ね。そう。それと同じように、冷たいのがずっと触ってると、うん、あ、そんなもんなんだ。いや、ロワコさんびっくりするぐらい手冷たいんですよ。あー、暖かいという人もいるの。僕の。すごい冷たい。あ、ロワコさん今まであった怖い話してる。え？あ、怖い話聞きたい。すごい怖い話。やべえやつ。やばいやつ。やばいやつ。やばいやつ。僕が襲われたのか、時じゃ、本物のやつじゃん。違う違う違う。違う違う。あ、そっちじゃなくて。違う違う。ああ僕は襲う方だから。その話は。うん。リアクションに困る。リアクションに困る。え、何襲われたって例？そう、あのね、まだ若い頃なんだけど、はいはいはい、霊感はあったんだけど、まさか、なんていうのかな、襲われるとは思ってなかったの。はいはい、うん、で、ある日、公団住宅に引っ越したのね。はい、まだそこ出来たての公団住宅で、まだ住み始めて間もない、まだ2、3日だったの。で、その時に、普通に昼寝してた。はい、ら、ハッと気づいたの、人の気配に。で、パッと起きようとしたら、もう首絞められてて、うーって声がするの。うーって言いながら首絞められてんの、どん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 。で、これやばいなと思って、一生懸命、南予防連携を唱えて、で、どかした。っていうのが一番怖かったかな。一瞬にして、その人の身長もわかんのね。目と目があった。そんなはっきり見える？見えるというか、気配が。だし、目で見てるところがその人の目線なの。だからその上に頭があるから、だいたい身長何センチだなっていうのが。なるほどね。あと怖いのは観光バスに乗ってて、あと、飛ばすでもいいけど、乗ってると、いろんな人についてるのがよく見える。いやー、怖いな。怖いの。で、余計な親切心を使うと、僕が疲れるの。そうだよね。だから、ほっとくんだけど、この人絶対やばいな、この人絶対死んじゃうなっていうの分かるの。で、この人つけとくとやばいなって言うとさ、あんまりちっちゃくて可愛い子だと、わざわざ、その霊体を隣のおじさんとかにくっつけちゃうの。だって、そんなちっちゃい子が死んじゃうのは可哀想じゃん。それはそうだな。だけど、こっちのおじさんならまだ、まあ、こんだけ生きたし、っていうのもあるかなと思って。ある意味、テロリストだよ。テロリストっていうか、なんていうのかな、赤ちゃんについてたりするとやっぱし、やっぱしね、通行人にしつけ直しちゃったりね、するよね。痛くないでしょ。あの後ろの女の子には霊ついてます。後ろ見えないので、ちょっと見たい。後ろを沈めるとこっち側座ってもらえます。ごめんね、この間ね、心霊スポット行っちゃってね。そうなんです。そう。で、さっきチャンピンとアメリカ人についてそういうこと、そういうこと。あのね、吹き込まないでほしい。吹き込むんだから、今吹き込んだでしょ？もう心霊スポット行っちゃったんです。ああ、そういうこと？それを、前情報言わないよ。吹き込まないでほしいのは、僕が回答できなくなる。ああ、ごめんなさい。うん。で、そうですね。家にいますね。家に置いてきてる。家に2、3体いる。で、いつも干渉されてるけど害はない。で、その残留痕が残ってる。触られてる。例えば、その、心ちゃんしか知らないでこんなことないとか、予言みたいでさ、心ちゃんしか知らないことでなんか、あるの？その、例えば家でこんなことあるでしょうとか。女の人特有にあるのは、家で、普通に生活してるときに、ふと、あれ？なんだろう今の音って、振り返るところ、とき。
あるでしょ。玄関の近くではありますね。ここだとここ嫌だなっていうのは玄関以外にあるでしょ。ここあんまり来たくないな、このここはなるで。玄関ここだというと冷蔵庫の横かな。うんでしょう、あるでしょう。そこにいるの。で、例えば外歩いてて、はっと嫌な気配を感じて振り返るたりすると目が合ってんの。あ、夜はありますね。そう、なんか、うち家に帰って駅から家まで遠くないのに、なんか嫌な細道を通らないと家に帰れなくて、で絶対人だと思ってパッて向くと誰もいないことで、パッと見た時に誰もいないんだけど実はここにいるの。この距離にいるの。え、私家帰れないです今日。大丈夫大丈夫大丈夫。ちゃんと措置しといたい。あとで今シートベルトしてるので措置できないから。おうちのもいなくなりますか。おうちのはいなくなれないけど、今度いつか機会あったら、そこを除霊することは可能。で、私引っ越したばっかりで、それは関係なくて、向こうのが先に住んでたっていうのは向こうが主張したら、自爆霊というか前の人が連れてきて置いてった。それで住み心地がいいので住み込んでいる。右側行こう、右側。なんかみんな顔見たいっていうから。え、じゃあ今日も来てください。いや、早い方がいいよね。早い方がいい、早い方がいい。誰が送ってくれんの。これは俺今日用事あるからな。いや、でもね、無害の霊なんですか、それは。基本的に前住んでた人、女の人なんですよ。あ、そう、女の人だった。なんか、いや、ちょっと言わないで、はい、で、その女の人にもこう触ってたの、はい、うん。で、冷蔵庫を開けて、こうやって覗いてる。待って、やだ。こう覗いて、何にしようかなっていうシーンが見えるの。その時にね、こうやって冷蔵庫の中から見てるの。その時、怖っ。一緒に冷蔵庫見てんの。やば、怖。やばい。ね、冷蔵庫開けたらさ、顔がこう見てるってことでしょ。じゃない、一緒に見てんの。冷蔵庫一緒に覗いてんの。冷蔵庫の中を覗いてるってこと。そう。心ちゃんと一緒に冷蔵庫を覗いてる。気分を同じ気分にしたいだけ。なるほど、同じことやってんだ。真似してんだ。ちょっとしたストーカー。あ、前住んでた人本当に女の人なんですよ。そう、だからその今ね、その霊体と交信しているの。わかるかな、はい、そこにいる残留魂から、はい、その家に住んでる霊体と今喋ってて、はい、その前住んでた女の人の時から、はい、ね、で次も女の人だったんで、まだそこにいるんだって。別に敵ないから、敵意を持った霊体が来たら、俺らがどかすからいい、私たちがどかすからいいって言ってるの。だから逆にいてもらった方が、逆に悪い霊は近寄れない。2体ともそうですか。3体。3体、うん。全員男。1人男、2人女。え、待って、てか2人おばさん。若くていいなって。ああ、若さが羨ましい。で、男の人は綺麗だからって。じゃあ私が引っ越さない限りいなくならないってことですか。私が引っ越す時気に入ればついていくって。うわ、立ち悪。3人もついてくるの。でも基本、でもご飯食べないから養えるじゃん。基本家にいる。小森が俺と一緒じゃん。
こぼれた選手みたいなちょっと生々しいな危険だっていうサインとかあんの？その霊がもう、その色がね、ああ言うね、色は言う、その残留魂の色が、いやだ、何？色が悪いと悪いのね。はい、赤だよね、赤がやばい。基本的にオレンジの方が危険。そうなの？オレンジは敵むき出しなの。赤じゃないんだ。赤は怒りなの。へえ、あもう。あくまで怒ってるだけで、うん、敵意ではないと。そうそうそう、敵意むき出しの方が逆に機会が。でじゃあゆいが先輩は会うの？ゆいがさんの放送見ないからさ。あ、そっか。見たところで言ったところで、うん、本人が信じなければ、あ、そうです。会はないっていうか、会っても気づかない。私はちょっと嬉しいですね。例えば心ちゃんが今言われたことで3人の霊体がいるって分かったじゃん、うん、これは何か悪影響あるんですか？悪影響はないけど、だるい、疲れが取れない、寝てても。次の日起きたら、あー、すがすがしいっていうのがだんだん減っていく。あ、なに、その、精気を吸い取られるみたいな。そうね、エネルギーを少しもらう向こうがね、生きてるエネルギーっていうのかな、を少しもらう。え、私の残留魂？残留魂。色は変じゃないですか。普通に近いかな。あれ、荒野の残留魂の色何色だったっけ？この前荒野見たじゃん。荒野って誰だ？荒野ってほら、この前連れてった男の子。ああ。え、なに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 ？あの子は、あそこは、あ、ここ赤だ。無人。赤赤。ネズミ色って言ってなかったっけ？どういうこと？うん、ネズミ色、灰色。うん。うん、人間がいない。ごめん、俺全然見てなかった。いや、私も。いや、違うよ。ここに PC か。俺ダメなんだね、苦手なんだよね。運転変わって誰か。そう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 。そうそうそう。そうそうそう。よいよいよいよ。よいよいよ今入ってきた。はい。はい。しばらく道なりに進みます。はい。はい、500円お待ちください。はい、どうも。なんか、寒気してきた。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。うん、それは、自分の、恐怖心だから、はい、全く危害を加えるつもりはない。私のこと嫌いではない。し、他の部屋から、悪い霊が入ってきたらダメだよって、私たちの縄張りだからって出してはくれている。あ、よく、こっくりさんとかあるじゃん。霊をバカにするのは良くないとか言うじゃん、うん、そういうのはどうなの？こっくりさんは相手にしてあげてる時はいいの、うん、はい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 。手を離しちゃうとダメなの。いいよね、そうね。10円玉から離すの。そうそう、途中でちゃんと帰らせればいいんだけど、うん、あれ、こっくりさんってその辺の浮遊霊とか呪縛霊なんだよ、うん、あ、低級霊っていうね。うん、低級霊だよね。うん、なんで相手してもらってんだから、ほうほうほう、最後にちゃんと帰らせないとダメ、はい、なるほどなるほど。でも、はい、たまに悪い霊体と接すると、はいはい、要求してくる言葉で何かを。なるほど、うん、ということで今日は心ちゃんたちにこっくりさんをやってもらいます。それは嘘です。じゃあこっくりさんで降臨する霊は毎回違う霊ってこと？そうだね、毎回同じってことはないな。あ、じゃあその土地土地で違うみたいな。そうだね、本当で。じゃあ例えばさ、世の中にさ、テレビ出てる霊能力者っていっぱいいるじゃん。います。で、これは本物だとかこれ偽物だとか。そうそう、これ分かる。分かるの？あ、分かる。分かるの？俺は分かる。分かるよ。分かる。誰は本物っぽいの？イボアイコは。え、イボアイコは本物。本物。本物なんだ。おー。じゃあ、エハラは？エハラは偽物。偽物。あのスピリチュアル。うん。じゃあ、あの人は、心の真理を読み取るのが好き。あー。心理学者ってことに近くて。そうだね。心理学的に読み取ってる。え、じゃあ、木村さんは？あの、イタコの。イタコの木村さんは知らない。知らない？結構有名な人。あ、俺も知らない。青森の人。青森の、そうそうそう。心理研究家の高橋さんって言うじゃん。知ってる？わかるぞ。あの人は偽物。あれ偽物。うん、おー。本当
コアの下よしこ先生は、あれもあんまり霊力は高くはないよね。いっちゃん高いのは誰？あの人が払ったって言ったところ、うん、もう大丈夫ですって言ったのにまた火災が起きた。あー、一番この人信用できるって人は誰ですか？ん？一番信用できる、あのね、茨城か栃木を拠点にしてる女の人の女の人の心で、の人なんだけどね、その人をフリーでやってる。栃木か茨城を基本あの拠点にして、北関東、うん、三輪明宏はどう？三輪明宏は霊感があるけど、うん、霊能力者ではないので、うん、除霊とかはできないけど、見えてる、見えてるし喋ることはできる。あ、できてるんだ、あ、簡単なものはできるんだ、うん、なるほど。霊感は強い人なんだね。霊能力はないけど。どかすとかはできない。どかせる人を紹介するとかはできる。はいはい。うん。私より強い人を紹介するとかはできる。ちなみに、ロアコさんは呪いって信じてます？あ、呪いってあります、ね。あるのよ。うん。霊能力者が呪いをかけることもできる。へ、はい、霊を払うこともできるし、その霊を。あ、捨てることもできる。払った霊を持っといて相手にくっつけちゃうってこともできる。じゃあ呪いとかの悪い一人かくれんぼとかやらない方がいいってこと？やっぱしろ。一人かくれんぼは別に、なんていうのかな、これだからあれが起きたっていう、まだ、うん、因果関係はっていうの。そう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 、だから別に一人かくれんぼやったからって何かが起こるわけじゃなくて、一人かくれんぼをやってることで周りの霊体が興味を持ったら何かが起こるっていう、うん、やる場所次第だよね。じゃあここはダメっていう場所はあるわけだ。あるよね。例えばまさか今行く場所。そうそうそう。あそこでしょ。楽しくなりますよ。でしょ？結構有名ですよ。じゃあやりましょう。はい。今ちょっとコメントでは言わない放送中だ。そうそう。あ、そうですね。うん、あ、じゃあ何？ロアゴさん的にはここはやばい。まあまあって言ってたよね。一部屋やばい。やばいよね。あ、そう。あ、あれでしょ？あ、ちょっと音切るね。はいはい。ちょっと音切りますね。あの別にね、これついてるわけじゃなくて、こう走ってるといっぱい霊体がいるの。まあそうよね、そうね。で、その残留魂に引き寄せられてまた寄ってくる。痛いな。あのね、こうやってごらん。こう、楽だよ。いや、後ろにこう、首を後ろにやる。うん、楽だよ。首がちぎれちゃうんじゃないぐらいか、ぐらい、こうやると楽、楽になる。え、誰かと手つないでもいいんですか？え、別にいいけど、あっちにくっついてる霊体がこっちに移動したんだ。つながることは可能だから。また痛くなってきた。どうする？だから、霊の話をすると、霊が寄ってくる。霊が寄ってくる。いますよね。このおばあちゃんは閉じ込めてるから、私は何もしてないよって言ってるからさ。で、そろそろ話してほしいって言ってるのね。あ、このおばあちゃんは。
そう、そのおばあちゃんはどんな人？おばあちゃんはの目的地はそこなんだよ。だからここで話すってことは、運転手について、やめてよちょっと。やめてよ、運転手はダメだよ。ね、っていうのが目的かもしれない。例えば、その霊が映りやすくすることは可能なのってリスさんさんから、今日の配信で霊見てみたいから、で、ノバコさんの力でちょっと映りやすくしてみたいな。映るというのは無理かもしれないけど、うん、聞こえるならは、あ、本当。ワドさん一人にすると。大丈夫。すごく鳴らしやすい人なのね。俺が一人で配信やれば映りやすい。ラップ現象。うちですごく鳴るでしょ。なるなるなる。ノバコさんの家泊まると必ず鳴って、ひどくて、バキバキとか、もう本当にドン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 とか。ワドさんが泊まるとですか。ノバコさんの家泊まると。ワドさんはね、隣の部屋で。あの音を、あのラップ現象が起きやすい。通行券をお取りください。痛い痛い痛い。あ、気持ち悪くなってきた。頭痛くなってきた。サメ島さんのは気のせい。本当なのに。恥ずかしい。本当なのに。仮病。仮病じゃない。仮病の仮病が。違う。多分、はい、神経的に。ああ、精神、その、映っちゃった。聞いて、聞いたので、ちょっと精神的に聞いちゃったみたいな。マジか。うん、あそこ、ごめんね、ここちゃん、仮病使って。ごめん。いや、そういうつもりはなかったんだけど。はい。やばい、持病の仮病出ちゃったよ。持病の仮病。持病の仮病って恥ずかしいよ、恥ずかしいよ。レジェンドの。俺も。なんか自分も乗り移ったんじゃねえかみたいな。違う。大丈夫。仮病が持病ってやばい。やばい。すぐ、すぐ嘘つく。そう、違う。都合が悪くなって出ちゃう。連続から出ちゃう。会社行きたくなくなったりする。そう、大丈夫。お腹痛くなる。お腹痛くなる。みんなそうでしょ。僕だけですよね、話が。そう、人のね、アレルギーが強いんですよ、仕事に対して。そんなやばいんだ。まあ、言っても大したことないと思うよ。いや、結構普通です。行ったことあるのですか。あります。あるんだ。あります。結構きついです。何がきつい。まあ、行ったら分かりますね。もう本当に、あ、これやばいっていう。マジで？マジです。空気で分かるってこと？分かります。分かります。ちょっとミュートして。ミュート？ちょっと待って。うん。言えない。はい、マイクつけます。 OK です。とりあえずワンタロウ偵察させて、5分待って帰ってこなかったら帰ろう。その方がいいよ、安全な方がいいじゃん。ワンタロウには申し訳ないけどさ、まあいいじゃん。ワンタロウさん普通に戻ってくると思う。多分ね、あいつ霊感ないと思う。多分あいつは鈍感だと思う。どんなに背負われても全然平気だと思う。あいつはドンブだよ。ロアゴさんに乳首舐められてたびっくりしたよね。エクシーズでお金をあげちゃったもんね。4万円5万、4万だっけ。4万か5万、4万か、もう残ってたからあげよう。じゃあそれ見ながら飯食ってた俺はどういう感じだったの。ロアゴさんに股間いじられながら。なのにワンタロウさんはしゃぶらせますって言っといて。そうなの、そこなのね。あれワンタロウタイプだったんでしょ。タイプじゃないけど、若いからまあいいかな。わけわかんないよね。ちょっと本当成獣。やりまん、やりまん。だって、ロハコさん、おしゃぶ事件からもう十何人パコってるんだ。やりまんだよ。反省だよ。何人ぐらいやってるの。家にさ、しゃぶらせてリスナーが来る、しゃぶってくれるリスナーが来るんだ。何人ぐらいしゃぶったの。最初がねえか。あれから何人ぐらいしゃぶったの。やりまんだよ。6人ぐらい。え、そんな少ないの。芸人かどうか。でも通ってくれるの。通ってんの。ありまんだよ。
理解と喋らせたら、そうそう、まあ、誰もここにはなってない、俺の借り手がなんですけどって来る、でかいんですけど大丈夫ですか、その、ね、多分ロアグさんが今まで話した話で一番怖かったえ一番怖い話、一番怖いよ、一番怖いの、別に人数少ないでも生実家リアル、生実家リアル、何的に怖いの、何的に、霊的、精神的だよ、精神的、精神的、精神的が一番怖いんだよ、外見女性なのにあれついてて、あー、無知な、しゃぶるって聞かれた時ゾッとした、え、なんで、え、なんで、だってもう女性化しちゃってる、はい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 、上が、うんうん、そうするともう僕の中では女の女っていう認識なんだ、そう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 、ね、だからそれについてるっていうのがもう僕の中で非現実的、ああ、俺からすればリスナーがしゃぶってくださいって言われてしゃぶる方が非現実的だと思いますけど、うん、まあ確かにな、触るならいいんだけど別にしゃぶるはちょっとああそういうことなんだ、男っぽい男の人が好きなんで外見が女っぽくなっちゃって、ドレさんとか知ってます、ドレさん知ってるけど、あ、ドレさんは若くないんで、もっと若い人が、若い子なんだもんね、ごめんね、ドレさんをディスってるわけじゃないから、じゃあヒカルは、え、タイプだよ、あ、やっぱそうでしょうね、多分あの人でかい、今度セッティングしますよ、ロアビ、あの人でかいよ、なあ、もういいや、それ以上聞かない、俺は、俺はそれ以上は聞かない、帰りしたくない、え、アドンさんのは喋ったことあるないよ、あれ、あ、これあれあれ、これあれ、今の言い方ないよあるわ、ないよね、ないないない、あ、もう絶対口裏合わせて、飲みたくないでしょ、大丈夫、うん、なるべく例のことを考えないようにすると、そうそう、外から拾われなくて済む、ここ左だったわ、左だった、え、あ、違う違う、次いや、ここ左だった、ここ左だって、こういう遠眼だった、あ、まあ いや、もう降りよう、次だ、こっからはだってあれだもん、ね、距離的に足はない、左からの合流があります、しょうがない、しょうがない、案内をしてって言ったじゃん、まあ、ここで降りよう、どうすればまた来るかなかったらね、コメントは優しいんですよね、何が、私、うんうんうん、あ、僕がってことか、守ってもらえますか、もちろんだと、もちろんだよ、大丈夫だよ、何前じゃん、みんな守るよ、頑張ります、みんながコーロちゃん守るよ、はいはい、はい、すいません、失礼します、はい、いや、さすがにね、こういう時ってコメント拾いづらいよ、うん、コメは拾いづらい、まあ、とりあえず人数多いから、和道さんには幽霊捕まえてください、俺が捕まえるんですか、っていうか勝手に起こるんですよ毎回、その心霊現象が、何霊現象か、結構頻繁に起こってますよね、だから2人で心さんと2人で行ってみたらどう、一番ひどかったのはピエロのポスターの、はいはいはい、バットマンのジョーカーのポスター貼ってあるんですよ、それが配信中に瞬くして、で俺は普通に雑談やってて、コメ欄がギャーとか逃げろ逃げろとかなって、何何何ってやってタイムシフト確認したら、あいつらあっち行ったな、あいつら道間違う、そういうの結構ある、だから俺が気づかないよねいつもね、でコメント欄が映った映ったとかまただとか、俺ね、あいつら来たか、あれ怖かったよな、岩田さんがつきやすい体質ってことです、そうらしい、なんかロハコさん曰くもうめちゃめちゃそのつきやすいっていう、でも俺は霊感ないから気づかない、最悪取り憑かれるってことないですよね、ロハコさん、ん、取り憑かれるっていうか、ああ、僕がいればないな、ああ、じゃあまあ安心だわ、もともと疲れちゃってる人は別として、あ、じゃあワドさんダメだ、ワドさん今まではお疲れ様でした、今までは僕死ぬんすか今日、まあ、そういうことでしょうね、多分
でもホラー映画って絶対死ぬじゃん、誰か。いっちゃん最初にね。いっちゃん最初に。特にあの、なんかさ、弾けてるよ、我が身だけ。でも、この役割、映画で言ったら、オカリナさんが心ちゃんが最後ヒロインで生き残るパターンでしょ。まあ、そうだよ。でも二人もいらないんだよ、ヒロイン。そうだね。ぶっちゃけ。じゃあ、この二人で殺し合いになる可能性がある、最後。で、ましてや、逆に言えば脇役は一人もいらないんだよ。一人生き残りゃいいんだよ。はい。で、霊能者っていうのは大体先に死ぬの。だってそうじゃん。霊能者がいるから安心だな、みたいな。鮫島さんは中盤まで引っ張るタイプだよね。あの、こいつは絶対死なないと思わずで。そう、で、意外と、そう。汚ねえって使ってね。そう。で、自分だけ逃げちゃうか、中盤あたりで。中盤あたり。とかに事故って死ぬ。そういうこと、そういうこと。ああ、逃げ切ったか、と思ってバックミラー見たら、ギャーっていう。女の幽霊が乗ってて、みたいな。どういう人がつきやすいんですか？ああ、そういうの気になる。つきやすい体質の人、特徴。多分そうだ。どういう人か。特徴？つきやすい。特徴。例えば気が弱いとか、怒りやすいとか。ね、イライラしやすい人がつきやすい。ああ、じゃあ俺大丈夫だ。いや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 。え、俺めちゃめちゃイライラしてるぞ。まあまあまあ。包丁持って昨日人殺そうとしてるでしょ。いや、してないから。今コロコロ持って。コロコロ持ってね。毛玉取ってやる。毛玉取ってやるね。優しい。優しい、ね。コロコロだったんだ、あれ。コロコロ。コロコロ。包丁持って殺そうって言ったら今頃捕まってるよ。そうだよね。コロコロで毛玉取ってやるか。そう。優しいな。コロコロでコロコロしてやるとは言った。あ、やばい、赤信号だ。なんで言ったの？青でしょ。赤でしょ。もうここまで来たら、まあしょうがない、しょうがない。スルスル、ここに止まってよ。俺ね、色盲だから信号は見えねえんだ。色盲。色盲検査したはず。適当に言ってんですよ。いやまあじゃあとりあえず、はい。なんかあったら逃げましょう。そうっすね。はい。なんかあったら逃げましょう。いいんだよ。俺足早いからめっちゃ。自慢じゃねえ。多分、アドーさん、一人目から二人目からです。いやだな。バカみたいに荷物持ってきてさ。だいぶまあ、女の人は生き残った人。運的には早く。女の人は生き残った人。大体。相場が決まってる。一人ぼっちやだ。大丈夫、大丈夫。絶対にない。まあね、まあ日の出も、なんかさ、ロアコさん、これ気になるんだけど、明るさって関係あるの？日中と夜中の。関係ない。ん？関係ない。昼間もいる。昼間の、昼間のやつらと夜のやつら別物。あ、シフトみたいなの組んでる。シフトじゃなくて、昼間派と夜派に分かれてる。あー、じゃあもう例の数ただし、夜の方が凶暴が多い。あ、じゃあまあまあまあ、これは朗報だね、心ちゃん。はい。朗報かな？朗報じゃないの？心さん、心さんは、家に、家を守ってる家の住人がいるから、はいはい。安全に帰ってきて欲しければ守るだろうと思うよ。あ、なるほど、その3体の霊が。そう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 。うん、そうか、自分たちの場所だから。うん。だから、どかしちゃうと逆に。やばいってこと？何が起きてもわかる。知らないよって。今いる幽霊だったら問題ないんだ。もうそうそうそう、問題ない。なるほど。害がない。そういうことだよね。うん。じゃあ日中別に日が出てても霊現象が起きる場合はある。うん。夜の方が気づきやすいでしょ。普通の人は。静かだから。ああ。うん。ああ、なるほど。あ、だから僕その超霊感強い彼女がいたことあるんですよ。本人気づかなかったんですけど、で霊感強い人でいると見えるんですけど、うん、電柱にゴミ袋がぶら下がってたんですよ。で近くで見たらそれ女の人だったとかよくありましたよ、昼間。どういうこと？なんか、うん、要は死体みたいなのがぶら下がってうわーって叫んだら、 あの誰もいないよって言われたりとか。だからあのびっくりする感じですよね。なんか怖いとかじゃなくて、うわ人だ、なんであそこに。そうですそうです。あ、でも俺一回あった。和歌山から前の彼女の家で、実家で。はい、で、まあ喧嘩して、うん、原付で神奈川まで帰ろうっていう時に、はい、三重の山中を、はい、夜中の3時ぐらいに、う
まあもうネットカフェが閉まっちゃって、はい、あ、じゃあ近所のファミレスまで行こうと思って、1時間ぐらいかかったの、はい、地図見たら、はい。で、まあとりあえず、もう真冬だったし、まあ行かないと死んじゃうから、はい、まあ、進もうと思って進んでたら、はい、もうほんとこんなんじゃないよ。はい、山道で、はいはいはい、で、まあ、まあもう自分のか、あの、明かりだけが頼りで、はい、前に女の人がいたの。浴衣姿。怖っ。でも12月だよ。本当に浴衣一枚の人がいて、はい、あ、まあ住人かなと思って通り過ぎたら、いや待てよと、はい、そんなわけねえじゃんって。12月のもう暮れで年末、はい、まあ浴衣一枚で、はい、まあ、明日は3時に山中歩いてる女なんていないですね。で振り向いたら誰もいなかった。怖っ。その時もう乗ってるんだよ。え、どういうこと？ついてたってこと？バイクなら後ろに乗ってるし、車ならこの車。じゃあやめて、やべ、すごい寒いボタンだ。え、今いる俺？いない。えあれまた どこでいなくなっちゃったまたじゃあ今は全く俺はない。いや、家にはいっぱいいる。やめてよちょっと。だから言うと怒るから。そやめ、怒りはしないけどやめてよ、うん、もうやめよう、引っ越そう。今日新宿に引っ越しときましょう。あ、東京に。東京に。あえて。あえて。そうだね、こういう企画やりたいもんね。どう、サメ島さんにはロハコさんの霊がついてる。やめてよ、一番の霊。あ、ロハコさんじゃない、ホープさんの霊。それ一応じゃん。ホープさんの。ホープさん。はい。なんで？おい、お前な、俺が悪いの？悪くねえ、この野郎。なんだ、デミこの野郎。やめてた、運転中だから。あ、そうか。運転中だから。やめろよ。え、電話？なんか知らない。誰？知らないっす。なんか、知らないのから電話来ました。KY ですね。KY、ほんと死ねえかもしれない。いや、でもなんか、ちょっと、雰囲気、うん。出てきましたね。あれだね、なんか、嫌だね。ちょっと嫌な感じが。いや、もちろん住宅街で別に、ここに住んでる人ごめんなさい。ほんとなんか失礼。あ、でも、一軒に大体20ぐらいは、一軒家ならいるから。あ、そうなの？うん。え、じゃあ、心ちゃんの家は少ない方？アパートだとして、部屋数。誰？アムチン。あ、アムチン。あ、今、アムチンか。オカマか。リスナーかと思った。はい。クソオカマ。了解しました。なんだなんだ。はい。一人死んだかな。もう、ワン太郎死んだんじゃない？コンビニに寄りたいそうです。寄りゃいいじゃん。寄りゃいないの。コンビニ寄ってくださいって言ってます。コンビニ寄って。いや、そんなにあるんですか、この。寄ろうって言われても。うん、そうだね。僕、あいつらはないところで言うの。初めてなので、どう見てもコンビニあるように見えますって話なんです。あ、多分、大通り出たらありますね。あー。まあ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 。いや、ちょっとこれやばくない？ちょっとやばいっすよ。これ。思い切って右に切って下に落っこってみるとか。怖い怖い怖い。何どうしたどうした。誰が生き残るか。バカなこと言わない。幽霊とは別のこと言った。まだローンの残が残ってんだから。ローンいくら残ってんすか。あと10何万だよ。あ、まあまあまあ、うん、じゃあまあ大丈夫です。じゃあやっちゃいます。バカ野郎。じゃあじゃねえ、こっからどうやって帰るんだよ。電波ねえな。いやー、なんかこんな場所住みたくねえな。ねえ、心ちゃん。ちょっと不気味ですね。でも、人から見たら、あんたんちも結構きついからね。なになに、どういう意味？めっちゃ怖いからね。いや、まあね、俺の家、心ちゃん。両隣、事故物件です。ええ、私ね、3月かな、隣の家の大工が死んで。まあ、全部、違う違う、大家で、大家さんに家賃払いに行ったら、あなたも気をつけてね。怖っ。やばー。あ、殺されると思いました。怖っ。あなたも気をつけてねは怖いっすね。やばい。うん。え、どんな死因なんですか？ね、なんかね、倒れて頭打って死んだらしいっていう話で。一人だから分かんないんだよね。そう、大工の人が一人暮らしで、まあ、社宅みたいに借りてて、まあ、中はまあそこそこ良かったんだけど。車がずっと止まってて、あ、平日なのに。で、軽トラが、あれな、この時間絶対ないのにな、まあでも休みなんだろうな、みたいな。そして、日曜日、あの、彼女と、まあ、買い物行って帰ってきたら、救急車が止まってて、またうち呼ばれたな、と思って。
ごめんなさい、うち迷惑って思ったら、隣の家に救急隊が、もうなんか、本当にもう、担架とか畳んでて、あ、これ人死んだなと思って、聞いたら、死後4日ぐらい。怖っ。だから、隣の家で大工が死んでるところを俺は非常にセックスした。気づかずに。あれ笑えない？うん、笑えない。気持ち悪い。いや、お前もやってたんだよ。気持ち悪い。鮫島さんのオーラがさ、はい、危険度ゼロなんで。どういうこと？ん？んこんだけ事故物件に挟まれてんのに。あ、そうそう。もっと来いよ、幽霊。え、じゃあ黒いのつけちゃう？やめて。え、何？色は黒がやばいの？そのオーラって。ネズミ色黒とかやばいよね。え、俺はゼロってどういうこと？で、危害を加えられたいならオレンジ色。やだやだ。っていう。え、何？俺は霊にも相手されてないってこと？そんなことないよ。家にいるもん。家にいるのは、両側事故物件だからなのかもしれないけど。あ、まあ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 、両隣に事故物件を持誰も住まなくなっちゃったから住んでる人とかにいるのか。あ、そういうことか。うん。どうしたん？大体の、また考えたの？いや、後ろがパキパキずっと鳴ってんの。コボちゃんの後ろトランクになってる。うん。え？気にしないで。うん。大丈夫ですか？大丈夫。何、どういうこと？心さんは守られてんだわ。うん。おうおうおう。あ、いいことだ。逆に帰ってこないと困るんだわ。うん。あ、心ちゃんが好きなんだ、霊たちは。そう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 。あー。心さんの、好意を持ってるってことね。部屋の生活が好きだから好き。あー、心ちゃんと同じ空間にいるのが楽しいわけだ。え、例えばその幽霊たちがここまで来て助けてくれるとかあるんですか？ん？例えばもうスーパーマンみたいに危ない時に、うん、多少はあるだろう、ね。あ、じゃあオカリナだし、じゃあ死ぬのオカリナだ。しょうがないよね。え、なに、心ちゃん、ヒロインは2人いらないから。しょうがないね。オカリナさんって霊を信じないでしょ。もう繋げない人じゃなくてさ、もう俺も信じない人なんだよね。信じないけどこの道は通りたくないってあるでしょ。ないな。コンビニだ。あ、ごめん、通り過ぎちゃった。ごめん。いや、寄ればいいじゃん。今ロボコさんのセブンイレブンが映ってたから。コンビニだね。もう一個ぐらいあるんでしょう。あと10分ないはずないと思うよ。なかったら我慢しろよ。セブンが出てきたってことはさ、うん、何キロ置きぐらいにこの道にセブンがあるかもしれない。あるもんね、あるもんね。そうそうそう、絶対ね。ちょっと気をつけてみて。そうね。まあでも何もないことを祈りましょう。はい、しょうがないもん。来ちゃったからにはしょうがない。だってね、了解です。心ちゃん、この間みたいにさ、トンネル見ないで帰るなんてことできないわけよ。僕が出てきたわけよ。はい、ね、そんなんやったらもうみんなにボロクソにツイッター叩かれるからね。はい、だから結果残しましょう。そうっすね、一人死にましょう。あんたのツイッター叩くってことさ、俺ツイッター炎上したこと一回もないんだよ。そんなバカなやついないじゃんか。あ、まあこいつバカだもんなと思われてる。すぐ家来れる。うわ、なんか嫌な感じだね、この暗さ。なんか、ね、住みたくない。っていうか、バス停がない。あー、なるね、バス停。この辺住んでる人、車、あった。あったね。やっと一個あった。でも結構間隔空いてるよね。相当歩くんだ、ね。歩くんだよね。あ、もう蚊の時期だもんね。ダメだ、コンビニねえわ。どうやって暮らしてるの？まあやっぱそういうことなんかな。住みたくないね。ということでね、心ちゃん、はい、今心ちゃんの後ろにはおばあちゃんの包まれます。実は、まあ、やっぱ恐怖心を高めようと思って。だからカタカタ言ってるんですか？そうなのかな。いや、それは嘘なんだけど、さすがにおばあちゃんの墓荒らしはしないよ。
さすがに。え、本当に一人ぼっちだけはやめてください。大丈夫な。うわ。えぐ、この道路。一人ぼっちは大丈夫、大丈夫。絶対大丈夫。誰かしらいますか？いるいる、絶対いる。でも一人いなくなることはある。やーべえな。うわ、なんかやばいな。ついてきてんの？いやいやいや。誰だ今、ヘコいた？あ、僕です。もう、あの、靴が鳴って。すいません。本人ねえな。さっきのところ。ほんとねえな。まあ、諦めてもらおう。本人ではなくたって生きていけんだから。ねえ、あったっていうね。うちなんかだって、1キロぐらいでセブンイレブン2軒とかね。ローソンなんか何件あったよね。でも前の前言って異常にさ、初めて来た人はさ、めっちゃ怖いじゃん。そんなことない。私どうしようかと思ったもん。そんなことない。赤い鳥見た時あれね、めっちゃ怖い。あそこね、あそこが出る。まあ一人ぼっちには絶対しないから、心ちゃん。はい。まあ、ワンタロウとか一人にさせるけど。はい。大丈夫、女の子にそんなことしませんよ。そんなね、心ちゃんにそんなことやったら俺間違いなく潰されるから。大丈夫。コンビニねえな。うわー、なんだろう。ロアゴさん、なんで口数減ったの？ん？コンビニあるといいなと思って。あ、そうか、そっちか。うん、だけど家がない。ないよね。ないからコンビニもない。家ないもんね。うん、それ思ったんだよ。まあコンビニいらねえよな、家ないんだしな。うん、噂したらやっと家があった。あったね。やっとあったって感じだもんね。この辺住んでる人、車ないんだ。いやー、無理だね。無理だよ。車、大前提だよ、これ。いや、こりゃリームだよ。始発バス待ってるなんていう、そんなに。いや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 、ね、ここは車でしょ。バイクか車だよ。バイクか車。もう自転車じゃ無理だよ。気が抜いてるわけねえし。ガソリンは半分あるし、万が一ってこともある。まあ大丈夫でしょ。こんだけ歩きたいし。ないない、あった。まあだって営業職必要がないんだもん、この時間。なんか何でしょう。それは持ち前の運の良さで何とかします。いや、ほんとコンビニない。なんか空気が重いぞ、この人。喋りましょうよ。喋りましょう、ね。喋りましょう。眠くなってんでしょ、ロアゴさん。ん？眠いでしょ。てか寝てるそう。誰？おい、ワード。何てめえ寝てんだよ。寝てないです、寝てないです。疲れちゃうね。疲れちゃうから。大丈夫です。何言いなよ。いや、耳鳴りと吐き気がずっとしてて。ああ、そうか。あのね、和藤さんはね、霊に感化されやすいの。あの感受性があるんだ。うん。そりゃ俺もね、吐き気とかね。どうですか？大丈夫。なんで？難しい。なんで？やだ。なんでそんなさ、もっと甘やかしてよ。え？俺褒められて伸びるタイプ。また出ちゃいました。ごめんなさい。ただね、こう通る一軒一軒に、はい、外にずらーっと並んでるんだよ。何が？霊が。そう。だから、じゃあ霊の道ってこと？いつ感化されてもおかしくはないことはない。ああ。あの、通る車を見たい人たちもいるの。なるほど、なるほど。うん
夜じゃなくても暇だと思うよ。そうだね、やることないから。まあね。あった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 。私も通したい。わかった、ちょっと待って、通り過ぎちゃった。なんで？じゃあスピード出しすぎた。だからこっから入ればいいじゃん。そこなんか広いな、この駐車場。トラックさんが来るから、まあここ止まるよ。はい、止まりましょう。ちょっとあいつらを脅かしてみます。とりあえずちょっと一回コンビニ行って、はい、すいません。外すことも外すこと今外せよ俺が。山さん大丈夫？はい、これいいの？はい、ゆっくりでいい、捕まって。いや、足が出ない。大丈夫、ゆっくりでいいよ、ゆっくりで、慌てないで。大丈夫、はい、はい、大丈夫だよ、ありがとう。あとさん、妄想持ってかないでしょ。持ってかない、一回置いてく、車の中に。一回コンビニ行ってくるわ。
うん、だいぶ良くなった、体調。気持ち悪い。ちょっと急がないとね。大丈夫？見える？大丈夫？見えてる？ラグってんのかな？ラグってない？オカリナさん、後ろちょっとすみません、配線借ります、ごめんなさい。こんな感じかな。オッケー。うん、これ、ごめん、わかんない、クナヤカなんかずっと耳鳴りして頭痛くなっちゃって。はい、ココロさん、どうぞ。いやー、とんでもないです、とんでもないです、先ほどありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。はい、よいしょ。狭くないですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ホットのやつですね。カズマさん。ありがとうございます。はい、あ、とんでもないです。とんでもないです。すいません。ありがとうございます。あ、これ大、はい。ミルクティーだよね。ありがとうございます。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。またですか？うん。ずっと痛い。これと、はい、これか。はい、ロンコです。あ、いいや、これ。アメリカ人、ロンコさんのお気に入りだそうです。よかった。今夜しゃべられましょう。あ、ありがとう。シートベルト。シートベルトだけはしてください。絶対に。ロカさん引っ張って。GPS を受信しました。はいはい。ルートを変更しました。はい、オッケー。そこから出るよりこっちの信号が多分周りになるかな。ここが痛い。大丈夫？楽になった？いや、まだ痛いですね。まだだね。あのね、おばあさんが結局ついてたんで、うん、その残魂に周りが寄ってくる。え、じゃあ何？強くなってるってこと？いや、じゃあね、霊障が。たんびにくっついてる。あ、じゃあいっぱいついてんだ、今。ある程度、離れると、そこにいた霊は追い出される。テリトリーがあるんで、動ける範囲が限られてる。あ、そういうこと？じゃあ常について、離れてついて離れてついて離れてついて離れて、ああ、その繰り返しなんだ。そう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 、ゲッチにつけばもっと痛くなると。へえ、そんなんだ。でも家に帰れば落ち着く。大丈夫？そういうもう一時的なもの。うん、そうだね。もう取っちゃったんで、あとはあのこのおばあちゃんの望み通りのところに置いてきてあげる。なるほど。あれ、俺タバコどこやったっけ。え、僕は分かんない。ベルトにつけてんだ、腰に普段。なんかね、泥棒でもな。はい、あったあった、落ちてた。あ、落ちてた。すいません。すごい匂いだね、これね。エナジードリンクって。うん、ああ、そう、匂いはきついな。サミジグさんの白いのも匂いきつい。なんだこいつ。ダメなの。なんだこいつ、いきなり。いやいや、いやいや、まあまあ、それは多少はね、うん、多少はそのまま匂いはあります。だそんなきつくはないんじゃん。アメリカ人ってかっこいいっすね。あ、好き。あ、よかった。よかった。超タイプ。野生で持って帰っていいんだけど。持ち帰りたいくらいですよ。ああいう子の方がタイプなんだ。うん。肉付きが良くて、筋肉質で。はいはい、まあ、肉付きいいよね。うん、彼は。あら、よかった。なんか先生のお気に入りが。ワンタロより全然いい。あ、そう。ワンタロなんて目に入らなくなっちゃった。そんなタイプ、うん、やだ。
じゃあもう、じゃあ、わかりました。アメリカ人に手つないでもらいましょう。ああ、いいですね。いい、引かしてください。完全にロアゴさんの接待になってる。いや、よかったの、この先生が。ありがとうございます。アメリカ人も嬉しいだろうな。言われてね。ねえ、やっぱね。やっぱ神様に気に入られるってことだ。もうすぐですね。もうすぐ。あ、近いっすね。今のうち多分、ときな。そう。まあ、別に、でも、場所的には別になんてことないよ。もう、なんか別に、結構、賑やかな方で。別にそんな、怖くはないな。なぁ。もう別に普通に。行けない。いや、行けますよ。幅制限ってやつ。行けない？幅制限。行ける行ける。この車行ければいい。何行こう。真っすぐっす。一回映像切りますね。何ここ？一回映像と音切ります。畑に落ちたらひっくり返った。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。